こんにちは、クレイです。はい、今回は、オールドマンズテーラー R&DM コーのなんとクロスがたくさん届いたので、こちらを紹介していきたいなと思っています。はい、クロスといえどもオールドマンズテーラーは多分お洋服とか小物を持っている方が多いと思うんですけれども、クロス何っていうそこから今日は、はい、でオールドマンズテーラーの名前なんですけど、オールドマンズテーラー R&DM コーっていうブランド名なんですけど、実は R&DM コーっていうのは R リサーチ D デベロップメントマニュファクチャリングっていう R&DM コーという、頭っていうか頭文字がオールドマンズテーラー R&DM コーというブランド名になっています。これはリサーチ、市場調査をしてどんなものが欲しいだろうっていうのを自分たちで考えて、それを糸から考えて作って生産してものづくりを出荷するっていう工程一貫して、そういう名前の英語の名前があるんですけれども、それをそのままブランド名にという面白い実はブランド名なんですね。そして本当にいい理念たちなんですけれども、山梨の富士吉田というところのシャトルの織り機で織られていて、一つ一つカシャン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 って鶴の恩返しみたいに織ってます。これが何がいいかなと思うと、今の大量生産は空気で4本ぐらいシュッと糸を折ってシャキンと切って、シャン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 って折って、ものすごい秒速で折られるんですけど、こちらにあるものは全部カシャン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 って何だろう鶴の恩返しみたいに折ってるんですね。それが洗ったらちょうど糸がいい具合にたわんで使い勝手が良くなるっていう、本当手仕事マジックっていうか、それがブランドのいいところなんですよね。なのでお洋服ももちろんすっごい可愛くってむっちゃ着たいんですけど、まずはこのクロス皆さんご紹介していきたいなと思うので、ちょっとこう今日は長くなりそうなんですけど割愛して、まずはじゃあガーゼクロス、こちらなんですけど、いっぱい色が今入ってるのでこんなスッケスケです。わかるかしら、スッケスケです。はい、これが夏には本当にいいんです。こう首にバンダナにして巻いてもらってもいいし、例えばこうやってヘアバンドにしてもらってもいいし、何かもうこう拭いて、で本当によく乾きます。でふわふわになっていく。オールドマンは本当に自分でリサーチをしているので、いろんなメーカーの糸を調べ抜いて一番いいところを取ってくるって言って、それがすっごい値段が高いんだけど、もうだけどそれをやっぱりそこをちゃんと仕入れていかないといいものには絶対ならないと思うって言って、それでちょっといい理念を、そしてまず何がいいかって言ったらカシャカシャなんです。ガーゼとかでもこれでも。それがなんでカサカサかって言ったら、普通の糸のリネンの糸ってとっても織りにくいので、酵素につけて糸をまず柔らかくします。だけどその酵素につけるとやはりリネン丈夫なんですけど少し柔らかくなるから、傷みやすいということで嫌だっていうことで、でももしその酵素につけたかったらとっても折りにくいんです。糸がピッて切れちゃって、なので折り進まない。さっき言ったシャトル折り機なのに折りにくかったらものすごい折りにくくって時間がかかってしまう。なので糸一本一本に糊の粉を振りかけてます。それを摩擦をなくして、で糸の糊の粉がついたままなのでまず洗って出荷してくれるっていう、酵素に使ってないリネン糸を使ってるので初めは痛いんですけど、ずっと愛用していくと、本当私7年ぐらい使ってるんですけどふわふわになります。これが一緒です、オルガちゃん。本当パリパリなんですけどふわふわになっていきます。はい、
こういうふうにあのした自分で育てたリネンっていうのがまた風合いがあっていいものなので、その酵素に使ってない糸、本当海苔の粉を振りかけてあのちゃんとちゃんとあの折っているっていうあの安心安全なクロスっていうのも本当に見たことがないと思うので、それは本当使うあの使ってほしいなと思います。はい、であのいろいろこうあのバリエーションも豊かなんですけれども、これはインディゴで染めてあったりとか、なのでちょっとデニムっぽい感じのあのものです。でここがあの初期のシリーズです。初期これ44番とかいう、あのもう今4000番ぐらいあるんですけど、44番とかギリス、クレーミー、カトリーヌ、そうカトリーヌちゃん、キャサリンとかエマちゃんとか、そういうのが名前に全部なってたりとかするんですけど、これも昔の良き古き良き時代で、あのオートマンさんちょっとこれがベロシリーズって私はあの自分で呼んでるんですけど、こういうあのボタンがあったりとかしたら止めれて前掛けにもなるよとか、そういう感じだったりとか、普通にデザイン性だけでつけてるらしいんですけれども、はい、こんな感じでいろいろ本当これもそうか、これもすごくいいんです。ガーゼのあの大判なクロスです。はい、こういうキッチンクロスでこうインテリアとして飾ってて、もう拭いてもらってもいいですし、テーブルセンターにしてもらってもいいですし、ピクニック行く時なんかは家族でちょっとこれをこれ見よがしに見せてほしいな、そしたら家族の幸せ 120% になりますしね。そういう何かクロスのこの秘めたあのエネルギーというか魅力というのを存分に味わえるのがオールダン R&DM コーのあのクロスとなっています。今なら本当ガーゼ織りがおすすめですし、こちらの小さなクロスもいつもおすすめです。で花柄があったり、いろいろストライプも和柄洋柄、なんかちょっと見たことあるけどなんかヨーロッパのものかあの和風のものかって、そういうのもすごく素敵なので使ってみてほしいなと思います。こういうのもあります。サーディンと言います。まだまだ私たちご紹介できてないものがありますが、もしもしよければ、はい、プレゼントでもご自宅用でもお使いくださいませ。そしてグッドボタン、チャンネル登録もぜひお願いします。では今日はクロスのご紹介でした。いっぱい喋りたい